南北に長く、西に、東後、北西に、ブルキナファソ、北東にニジェール、東にナイジェリアと接し、南は大西洋のギニア湾に面する。正式名称はフランス語で、レブーブレイクジュ・ベニーン。これにちなむ通称はベニーン。公式の英語表記は、リパブリック・オブ・ベニーン。これにちなむ通称はベニーン。日本語の表記は、ベナン共和国。通称、ベナン。 かつては、英語発音、または、ローマ字読みから、ベニンとも表記された。しかし、現在では、現地の発音により、近いベナンという表記が浸透し、それを受けて、例えば、日本新聞協会がナ表記のガイドラインを、ベニンから、ベナンに変更するといった動きがあり、このためこの傾向はさらに促進されている。これには、ナイジェリアのベニン王国やベニン氏と区別するという、 意識もあると思われる。1960年のフランスからの独立当初はダホメ共和国。ダホメは国土南部の限られた地域を指す名称であり、北西部のアタコラ県や北東部のボルグ県を含めるには不適切だったので、ダホメが面していたベニン湾にちなみ国名を決め、1975年にベナン人民共和国が成立した。その後、 1990年社会主義政策の放棄と、共に、現在の国名となる。ちなみに、ベナンの公用語である、フランス語では H は発音されないため、ダホメはダホメに近い発生となる。1729年の西アフリカの地図、東語と共に、奴隷海岸と呼ばれたダホメ王国の国旗ダホメ共和国の国称、ベナン人民共和国の国旗ベナン人民共和国の国 国章17世紀頃には、現在のベナンの海岸部には、ウィダーやポルトノボ王国などいくつかの都市国家が栄えており、それより内陸の本陣の居住地区であったアボメー周辺にはダホメ王国が成立していた。ダホメ王国は18世紀に入ると海岸部のウィダーを占領して、ウィダーにあるポルトガル領産ジョアンバプティスタデ・アジュラなどのヨーロッパ人商人を主な相手として、 奴隷貿易を行い、これを主な収入源にして、重火器を輸入し、1730年に現ナイジェリアの保養王国によって服属させられたものの、その後も18世紀を通して、周辺の国を軍事的に攻撃して繁栄した。ダホメ出身の本人の奴隷は、アメリカ大陸のフランス領サンドマの黒人奴隷共同体の中で文化的なヘゲモニーを握り、 本家のトゥーサン・ルーベルジュールが配置革命を担うなどの出来事があった。19世紀に入って、ヨーロッパ諸国によるアフリカの本格的な植民地化が進むと、奴隷貿易が徐々に廃止され始めたため、ダホメ王国の財政基盤に影響が及んだ。1818 18年にダホメ国王に即位したゲゾ王は、およから独立し、ダホメの最盛期を減出するが、彼は、 奴隷貿易を推進する一方でこの新しい動きにも対応し、パームオイルの原料となる油やしの大量生産を行い、これをフランスなど欧米諸国に輸出することで勢力を維持した。しかしアフリカ分割の中でフランスの進出が進み、1882年にフランスが海岸部を保護領化すると、フランス打法メカンの対立が激化し、1890年に 開戦した第一次フランスダホメ戦争及び第二次フランスダホメ戦争によって最終的には1894年にフランスに征服された。ダホメ敗北後、フランスはさらに北部へと進出していき、1904年、この一帯はフランス植民地のフランス領西アフリカの一部であるフランス領ダホメとなった。第二次世界大戦後、フランスは徐々に ダホメの政治参加を拡大していった。1946年には本国議会への代表選出と自治議会設立を認め、1958年にはフランス共同体内の自治共和国となった。1960年に自治共和国からダホメ共和国として初代大統領ユベール・マガの下で完全独立した。しかし、 北部のバリバビトを基盤とする、マが、南部のヨルバ人を基盤とするスルミガンアピティ、同じく南部のフォン人を基盤とするジャスティン・アホマ・デグベの三者による、激しい清争が続いて政情は混乱し、1963年には、クリストファ・ソグロがクーデターを起こして、政権を奪取。この時は、ソグロはすぐに、民政移管を行ったものの、以後も三者の清争はやまず、 その混乱をついたクーデターも頻発した。結局この混乱は1972年の建国後5度目の政変でマチュー・ケレク政権が成立したことで安定へと向かった。ケレク政権は1975年11月に国名をベナン人民共和国に改称し、内政的にはベナン人民革命党の一等性に基づく社会主義路線を標榜。 外交的には中華人民共和国に近づいた。しかし、ケレク政権は経済運営に失敗し、民主化運動の高まりの中で1990年2月には国内各勢力の代表者を招集して国民会議が開催された。会議ではカトリック司教のイシュドール・ドゥ・スーザ議長の下で民主開放政府の設立が決定され、ケレクの職権が 大幅に制限されるとともに、暫定政府首相には、ニセフォール・ソグロが選出された。この結果民主化が急速に進み、3月には国王を、ベナン共和国に解消し、12月には、複数政党制、三権分立、大統領制を骨子とする新憲法が、国民投票で制定された。翌年の大統領選挙では、下レク政権は敗北して退陣。 代わってソグロが大統領に選ばれ、議会もソグロ派が多数を占めた。ソグロ政権は経済成長を実現したものの政権運営は不安定なものであり、1996年の大統領選挙ではケレクが大統領に復帰した。2001年の選挙でもケレクは再選されたが、参戦禁止規定を遵守して次の大統領選には出馬せず、 2006年3月の選挙ではヤイボニが当選し大統領となった。2016年の選挙ではパトリス・タロンが大統領に選出された。大統領を原主とする共和制国家を国家体制としており、大統領は行政権を担い民主的な選挙によって選出される。大統領の任期は一期5年であり、参戦は禁止されているほか、 70歳以上の大統領選立候補は認められていない。ベナンは複数政党制が認められており、立法権はベナン政府と国民議会が担い、司法権は行政と立法から独立している。現行憲法は1990年憲法である。1990年に社会主義体制から市場経済体制に移行した後、情勢は 安定している。ベナンは1990年の民主化以降民主主義を堅持している。ベナン軍は陸軍、海軍、空軍の3軍と国家憲兵隊により構成される。徴兵制が敷かれており、18歳以上の国民には兵役の義務が課せられている。ベナンの県ベナンは12の県に分けられている。アリボリ県、カンディアタコラ県、 ナキティングーアトランティック県、ウィラーボルグー県、パラクーコリネス県、サバルードンガ県、ジューグークフホ県、アプラウエリトラル県、コトヌーモノ県、ロコッサウェメ県、ポルトノボプラトー県、サケテズー県、アボメーチケーズ憲法上の首都は、南部海岸に位置するポルトノボであるが、多くの政府機関は、ポルトノボの西にある、最大都市コトヌーに置かれており、ここが事実上の首都となっている。 コトヌーには、ベナン最大の港湾が存在し、ベナンの貿易の大部分を担っているほか、鉄道及び道路を利用して、内陸国であるニジェールの貿易においても大きな役割を果たしている。南部海岸の主要都市としては、他に、ィダーがある。北部では、鉄道の終点でニジェールとの貿易ルートの中継点となっているパラクーや十愚が主要都市となっている。 北西部のアタコラ県の風景南はギニア湾に面しており、海岸線に沿って広く、サスとラグーンが発達する。サスが続くため旅行には恵まれていないが、コトヌーには港が築かれ、交易、経済の中心となっている。人口は南部に集中しており、コトヌーの他にも首都ポルトノボなどの都市が存在する。 海岸から北に向かうにつれて標高は徐々に上がっていくが、全体的に国土は平原か緩やかな丘陵からなっており、国土中央部付近でも標高はそれほど高くならない。中央部には分水海が走っており、これより南は大西洋に、北はニジェール川水系に属する。北部はほとんどがサバンナと半乾燥の高地である。国土北端には ニジェール川が流れており、ニジェールとの国境をなしている。また、国土北端には、世界遺産である WR 立般砂利自然公園群が存在し、広大な自然保護区となっている。ベナンの気候は、南部は高温多湿であり、1年に2度の雨季が存在する。北上するに従って雨量が減少していき、北部では雨季は年に一度となる。ただし全般的に、 降水量は多く、北端の一部を除いて、年間降水量は1000ミリメートルを超える。南部及び中部は、サバナ気候に属し、北部の一部分のみが、ステップ気候に属する。最大の都市ことヌーベナンの経済は、低開発であり続け、国民の大半が従事する農業に依存している。北中部における綿花や、南端部におけるパーム油用の油屋子などの、 輸出用農業生産のほか、自給作物としては、国土全域でトウモロコシが栽培され、北部ではヤムイモやソルガム。主要輸出品は綿花であり、2016年度のデータでは、綿花輸出は、総輸出の43%を占めている。通貨はユーロと連動する CFA フランである。 世界屈指の原油埋蔵量を誇るギニア湾に面しているが、油田の開発は停滞している。1980年代に小規模な海底油田が開発されたものの、採掘の不調により委託を受ける鉱山会社は数度変更され、産出は中止された。2013年時点では、ベナンでは原油は産出されていない。 石油製品の国内消費量の大部分は隣国のナイジェリアに頼っている。ベナン経済のナイジェリアに対する依存度は高く、同国の経済状況や外交政策はベナン経済に大きな影響を与えている。ベナン経済における貿易の割合は高く、中でもナイジェリアとニジェール武家の貿易は重要である。一旦ベナンへ輸入されたものが、 周辺諸国へ再輸出されることも多く、ナイジェリアとの間では、正規の貿易の他密輸も盛んに行われている。ベナンは、お肌の一員である。コトヌー湾にはベナン唯一の海港と国際空港であるカジホォン空港が存在する。コトヌー港の港湾収入は、ベナン経済にとって重要である。現在新港がコトヌーとポルトノボの間に建設されている。 ベナンは2車線のアスファルトで舗装された道路で隣国の東郷、ブルキナファソ、ニジェール、ナイジェリアと結ばれている。携帯電話サービスは全土を通して様々な業者により利用可能である。ADSL 接続は一部地域で利用可能である。ベナンは1998年から衛星接続によって2001年から単線の海底ケーブルサット3。 ワスックによってインターネットと接続しており、データの値段は非常に高額である。大体として2011年のアフリカコースト2、ヨーロッパの開通が予期されている。ベナンは植民地時代に建設された鉄道路線を維持しており、独立直前の1959年には北のニジェール政府との共同出資でベナンニジェール鉄道輸送共同体が設立された。 その後、2015年には、ベナン鉄道へと改組された。この鉄道は、主要貿易港であることヌート北部の玄関口である、パラクルの間を結んでいる。ベナンにおける、鉄道輸送は、国内輸送よりも、ニジェール向けの国際輸送の割合が高いことに、特色があり、終点のパラクルからは、トラック便によって、ベナンの北の国境である、マランビルへと運ばれ、 ニジェール川を越えて、ニジェールの南の国境であるガヤから、ニジェール国内へと運ばれる。このルートは、ニジェールの主な輸送ルートとなっており、ベナン経済にも重要な役割を果たしている。旧創始国フランスとは、社会主義政権時の1977年に起きた、クーデター未遂で短期間関係が悪化したほかは、常に良好な関係を維持している。しかし、 ベナンに最も大きな影響を及ぼすのは東隣の大国ナイジェリアであり、同国の通商政策はベナン経済に直接大きな影響を与えている。1983年にはナイジェリアが国境封鎖と金融を行ったためにベナン経済は大きな打撃を受け、2019年にも国境封鎖と金融によって同様に打撃を受けた。ニジェルとは貿易ルートを通じて 経済的に結びつきが深いが、かつて、ニジェール側の中州である、レテ島をめぐって対立しており、2001年には、国際司法裁判所への提訴が行われ、2005年には、レテ島のニジェール貴族と国境線、未確定地域における、ベナン側より裁定を組み合わせた判決が行われた。1961年から2003年までのベナンの人口増加グラフベナンには、 およそ42の民族が居住し、特に中南部の本人、南部のアジャ人、南部のヨルバ人、北部のバリバ人などが大多数を占め、他にプール人、ソンバ人がいる。言語は、フランス語が公用語であり、その他に、フォン語、ヨルバ語などそれぞれの民族の言葉が話されている。ベナンのボドゥンの教会2002年のセンサスによれば、ベナンの人口の42.8%が、 キリスト教と24.4%はムスリム、17.3%はボドゥン、6%は地域に伝わる伝統的な信仰、1.9%はその他の宗教、そして6.5%が特定の信仰に加盟していないことを主張している。キリスト教はベナン中部から南部とアタコラ県のおたんまり群にかけて信仰されている。しかしながら、 ボドゥントオリシャは信仰され続け、ボドゥントオリシャのパンテオンがキリスト教の中に組み込まれてさえもいる。イスラーム教は主に損害帝国とハウサ人の商人によって現在のベナンに相当する地域にもたらされた。現在ではアリボリ県、ボルグー県、ドンガ県などでヨルバ人の中で同等に信仰されている。土着信仰にはアタコラ県のアニミズム信仰、 ヨルバ人のオリシャ信仰やシャンゴ信仰、本人ンンのボドゥン信仰、その他の宗教が存在している。ベニーン,ンに面するウィダーの街は、ベナンのボドゥン信仰の中心となっている。アメリカ大陸で信仰されている、黒人宗教として知られている、ブードゥー教は、ダホメ王国の本人ンンの信仰が発祥であるとされ、それが、奴隷貿易の広がりやハイチ革命後のハイチ人の移動とともに、 西インド諸島の配置、キューバ、ブラジル、北、アメリカへと広がったと言われている。社会主義政権時代には、ボドゥン信仰は、封建異性であるとして厳しい統制下に置かれていたが、民主カートベナン政府は、文化復興の一環として、ボドゥン信仰への規制を撤廃し、1992年には、当時のニセフォール・ソグロ大統領と、ベナン政府によって、 ウィダー92というブードゥ芸術、文化祭が開催された。1997年には政府によって、毎年1月10日がボドゥン祭りの日に制定され、以降この日は国を挙げてのボドゥン休日となっている。ベナンの小学校教育制度は、小学校6年、中学校4年、高校3年、大学3年であり、法制上義務教育となっているのは、初等教育にあたる、 小学校6年間のみである。近年公立学校の授業料が無料化されたことから、就学率は上昇に転じているものの、未だ子供は重要な労働力であるとともに、学校自体がない地域も多いため、高度な義務教育は達成されていない。教育言語はフランス語で行われる。2002年のセンサスによれば、15歳以上の国民の識字率は34.7%である。 主な高等教育機関としては、国立アボメカラビ大学や国立パラク大学が挙げられる。日本との関わりでは、ビートたけしの元付き人タレントで、2012年にベナン中日特命全権大使に就任したゾマホンルフィンにより、たけし小学校やアフリカではまだ珍しい日本語、学校であるたけし日本語学校が設立されている。たけし日本語学校は、 2003年に最初の卒業生、ローソンレオポルトを輩出したのを皮切りに、現在に至るまで多くの卒業生、日本留学生を輩出している。2012年現在の在日ベナン人の多くは、竹市日本語学校の卒業生である。竹市日本語学校では、ひらがな、カタカナ、漢字、書道などが教授されており、初級で日本語能力試験 N4。 中級で日本語能力試験 N に合格を目標として授業が行われている。しかしベナンは元よりアフリカで最初の日本語教育の専門学校であるため運営は難航しており、教室などの施設が受講希望者に対して圧倒的に不足していて数千人の受講希望者が待機する状態となっている。カリキュラムも編成途上であり上級コースは未だ開設されていない。 2010年以降、武けの協力要請を開拓した田中義武により、田中が経営する北海道火星群の花畑牧場において、ベナン人を農業研修生として受け入れている。コトヌーコンベンションセンターベナンの文学はフランス語が支配的な言語になる以前から、強力な交渉文学を持っていた。1929年に、フェリックス・クショーロは、ベナン初の小説、 奴隷をフランス語で表した。ベナンは、アフリカ音楽のシーンの中で重要な役割を果たしており、全体陸を通して最も大きなスターの一人である、アンジェリーク騎乗を生んだ土地である。独立後、国は力強く、革新的な音楽シーンの故郷であり、土着のフォーク音楽が、ガーナのハイライフやフランスのキャバレ、アメリカ合衆国のロックンロールや、ファンクやソウル、 そして今後民主共和国のアフリカヌンバと結びついて育った。イグナシオ・ブラシオ・オショはおそらく、ペドロ・グノーナ・スイス・スパンチョス・ヤレ、ボルカン・ドラ・キャピタル、ピコビー・バンド・ダ・ボメーと並んでこの時期における最も影響力を持ったミュージシャンである。ペドロは、フェソジェブの歌をプロデュースし、曲はヒットし1973年の EN、1973オール、アフリカ・ゲームズで、 多くのバンドによって演奏された。世界遺産アボメーの王宮軍ベナン国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件、ニジェール及びブルキナファソとの共同登録である自然遺産が1件存在する。1985年にアボメー王宮軍が登録されて以降、ベナンの世界遺産は長らく1件のみであったが、ニジェールのみの登録となっていた。 W 国立公園が隣接するベナンブルキナファソ両国を含む形で2017年に拡大された。ありがとうございます。